県内でも被害が多発している特殊詐欺を防止しようと、警察と民間企業がタッグを組んで、高齢者に向けた防犯セミナーを開きました。誠心信用金庫と NTT 西日本、静岡中央警察署が合同で開催した今日の防犯セミナーには、15人ほどの高齢者が参加しました。セミナーでは、NTT 西日本が詐欺電話を防ぐために固定電話でできる対策を披露したほか、警察は実際の詐欺電話の音声を公開し注意を呼びかけました。今年に入ってから今月13日までの県内の特殊詐欺被害は166件確認されていて、息子などをかたる詐欺電話は2634件と、去年に比べて900件以上も増えています。いや、すごい上手。あれじゃあね、騙されるのももっともだと思いますよ。自分は大丈夫だと思ってるんです。それが一番危ないんでしょうかね。警察は不審な電話が来た場合はすぐに相談してほしいと呼びかけています。